はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、お風呂でおでん作り。はい、こちらなんですが、まあね、おでん入浴剤と言いまして、まあ入浴剤なんですよ、バスボム。少し前にね、ぐでたまのバスボムご紹介したと思うんですけど、まあそれと似てますね。そう、もともとはこれバスボムで、これをお風呂に投げ込むと、まあ溶けて、中からなんとおでんが出てくるっていう、面白い入浴剤です。で、こちらは全6種です。そのおでん入浴剤が、今日ね、これ全部で30個あります。もう年末なんでね、派手にこれを一気にお風呂に入れて、おでんがこう、ぷかぷか浮かんできますよね。それを、はい、これ。これ、揚げ物すくいみたいなやつで、こうすくって、ここにね、乗っけていきたいと思います。ちなみにどんなものなのか、一つ開けてみましょう。あー。黄色いんだね。で、サイズは思ってたより大きくはないですね。結構小さめ。はい、今バスボム全部開封しました。すごいね、これヒノキのいい香りがしますよ。今回ね、これシークレットというものがないみたいです。ただ全6種のうちどの具が多いかとかはあるかもしれませんね。例えばタコが多いとか卵が多いとかね、そういうのはわかるかもしれません。それでは早速やりましょう。はい、お風呂に来ました。これを一気にね、30個ドバーンと入れますよ。さあ、どんなおでんが出てくるんでしょうか。3、2、1、ゴー。うわー、黄色いね。うわ、すごいわ。さあ、おでんが出てくるかな。なんか本当に揚げ物やってる気分ですね、これね。はい、今180度で揚げております。はい、油で揚げております。おっ、なんか出てきたかも。あー、ちょっとずつ出てきてる。おーおおお、何やら何やら小さいのがたくさん出てきたぞ。うわー、何やらすごいことになってますね。卵っぽいの見えるな。なんかね、これお風呂のお湯が黄色くなるんで、ほんとだし汁に入ってるような感じに見えますね。だし汁の中におでんが。はい、おでんできましたよ。どれにしますか。はい、じゃあおでん好きますよ。あれ、すごい香りがいいですね、これね。ヒノキのいい香りだけど、ちょっと30個入ってるから。よし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 、さあさあさあ、いい浸かり具合だ。はい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 、入った。ちょっとね、湯切りをして、入った。はい、 OK。はい、いい感じで上がりましたよ。っていうか、まあ正確には茹で上がりましたよ。全部同じ数ではないんじゃないの、これ。ではそれぞれ見ていきましょう。はい、まずおでんといえばやっぱりこれでしょう。とろっと煮卵、これ4つ入ってました。いやー、美味しそうだね。裏側はこういう風になってます。ちゃんと使ってて色がね、ちょっとついてる感じだね。で、これ多分おそらくここに穴が開いてるので、まあボールチェーンとかつけるとキーホルダーとして使えますね。はい、続きまして、もちもちもち巾着です。これは6個入ってました。もち巾着も美味しいですよね。で、裏側は、はい、こんな感じ。ちゃんとね、360度立体に作られていて、プレートとかじゃないのがいいですよね。結構細かいところもね、しっかり作られてます。はい、続きまして、タコ、これも6個入ってました。またよくできてますね、これもね。はい、こんな感じですね。細かいですね。で、なんとね、串の部分に分かりやすくタコって書いてあるんですよ。はい、続きまして、これはつくねです。またこれも美味しそうにできてますね。かなり香ばしい感じが伝わってきます。はい、こちらも串につくねと書いてあります。続きまして、大根です。しみしみ大根、確かにしみてるね。色がいい色ですよね。で、何よりね、このツヤ感、これがね、本物さながらですね。ほら、美味しそうでしょ。もうちょっと食べたくなるもんね。最後はこちら、こんにゃくとちくわです。ちくわはね、いい感じでできてると思うんですけど、こんにゃくはね、ちょっとと実物とは違う感じがしちゃいますね。なんかおもちゃ感出ちゃってますよね。まあ、難しいんでしょうけどね、色合いとか。もうちょっとなんかこう点々とかがあればね、こんにゃくっぽくなるんでしょうけど、ちょっと難しいようですね。
ということで全6種です。ちなみに僕の好きな具材はそうですね、これだったら卵と大根かな。ちょっとねボールチェーンがなかったんですけど、こういうキーホルダーのリングにつけてみました。これ3つぐらいつけるとボリュームがあっていいですよね。自分の好きな具材をこうつけてみるのもいいかもしれません。中からこう何か出てくる入浴剤面白いですよね。また何か新しいの見つけたらやってみたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time. You're getting up, so keep you getting up. 確信なんてないけど